おはようございます。11月22日、9時55分、モーニングショットをお届けしたいと思います。えー、本日の売買方針でございますが、えー、ドル円は引き付けて、113の90、80で買いから、113の55にストップ、114の20、30利食いのイメージです。えー、ユーロドル、1.13ちょうど、1.13、10で売り、1.13、30でストップ。 1> 1. での買い戻しをユーロ円は129円0 5 1 5で売り129円35でストップ128円5040で買い戻しをポンド円は153円の7080で売り154円ちょうどでストップ153円10ちょうどで買い戻し タイドルは1.346070で売り、1.3485ストップ、1.34051.3395買い戻し、OG 円は82円7585で売り、83円0 5でストップ、82円3020買い戻し、タイドルは0.725060売り、 0.7280ストップ0.718070買い戻し。ニュージーエンは80円051号で売り80円の30ストップ79円の6050買い戻しを。タイドルは0.701020売り0.704 5ストップ0.69 4030買い戻しのイメージを作りました先週金曜日激しく114円の54から113の59まで下落をしたドル円でございますがクロス円の投げも伴ってかなり強烈な投げになりましたが113の50を失手したということはやっぱりこれ大きいと思いますそれで114円台までニューヨークで金曜日中に戻し引けも114円台と で今朝方114の142まで、えー、買われて、えー、高値を更新しているといった状況ですので、えー、当面、114円のまあ50近辺、まだ重たいかもしれませんが、えー、下がったところは買っておく、その押し目買い回転で、えー、回せるのかなという気はしております。あまり追いかけて、えー、高値を買ってしまいますと、やっぱり反落されたときにこう切っちゃうんで、えー、できればですね、 9円の今日は80台、ごめんなさい113円の80台まで十分に引き付けて買い場探しをして、114円の2丸近辺から上跳ねたところではまで一回リグって様子を見たいとそんな気がしております。高値圏で捕まったロングもクロス線の動きを見れば先週金曜日かなり切らされたと思うのでもう一段の下げというのが。 今、それほど深くは見込めないのかなという見方で現状は考えております。十分に待って、い場探しをしたい。そんなようなイメージで現状を見ております。また何かございましたら、よろしくお願い申し上げますモーニングショットこれでで終了です。